フォントネオーローズは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。パリ郊外南西部に位置し、パリ14区のポルド・ド・シャティオンから約 3.98km 離れている。フランス国道0地点であるノートルダム・ド・パリから約 8.8km 離れている。バニュー、シャティオン、クラマール、ル・プレシ・ロバンソン、ソウブール・ラレーヌ、シャトネ・マラ、アントニー、マラコフ、 バンブと接する。コミューンは、フランス国内に4本ある、サンティアゴデ・コンポステーラの巡礼炉の一つ、パリ南部緑地回廊によって二分されている。フォントネートは、第一に、多くの水源がこの地に流れ込んでいたことに由来する。第二に、ローズとは、17世紀から19世紀半カバまでバラが、この地で栽培されていたことに由来する。年、この地の領主は、 パリのサントジュヌビエーブ修道院であった。長く、バニューに属す集落であったフォントネーは、18世紀末に、集落用の教会を持つほどに拡張していたが、フォントネス・バニューと呼ばれていた。1675年、フォントネーは、ジャンバティスト・コルベールに売り渡された。1701年、ルイ14世の書子である、メイヌコー、ルヨーギュスト・ド・ブルボンのものとなった。 フランス原子力庁のフォントネ・オーローズ民生科学センターは旧シャティオン要塞内に設置されているが人口の密集する市外での核研究のリスクを回避するため現在は生命科学研究に軸を移している。1920年以降二人の右派市長をいただいたことがあるもののフォントネ・オーローズはむね左派傾向のコミューンである。 2007年フランス大統領選挙の第2回投票では、セゴレーヌ・ロワイアルが、票数の約52%を獲得した。カルキアル・デール、オーサドローミー・アントレ・フォントネオ、ローゼズ・イ・パリ。2010年3月5日閲覧。リクス・ヨネア・イーストリック・デ・アンビロンで、パリ・ジュドード・アエメテ・ピエロッチ。ありがとうございます。